ディズニープラスで配信され驚異的なヒットとなった将軍関ヶ原の戦いに至る時期の徳川家康をモチーフにした吉井虎中による覇権争いを描いた歴史ドラマです。初回エピソードの世界配信開始から6日間で900万回の再生回数を記録し、世界配信されたドラマシリーズの再生回数としては歴代1位となりました。この大ヒットを受けシリーズ化も決定し、サムライブームはしばらく続きそうです。さて、そんなサムライが大好きな外国人たちが武士の様子を再現したある動画に衝撃を受けているというのです。外国人たちは俺たちの認識が間違っていたのか、これは嘘だとショックを受けているというのですが、一体どんな内容だったのでしょうか。そこで今回の動画では意外な事実に世界に衝撃が走ったという侍の歴史に関する話題と、それに対する外国人たちの反応を私ピコがお届けしていきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。2024年5月26日、長野県諏訪市の高島公園で高島城祭が開催されました。その祭りで披露されたのが、古式砲術国宝松本城鉄砲隊による古式砲術演舞。松本城鉄砲隊は市民有志が1990年に結成した団体で、江戸時代後期に松本城で行われた猪苗代砲術の復元伝承に努めています。当日はホラ貝が鳴り響く中、戦装束の鎧兜をつけた鉄砲隊員が重さ3から7キロもある江戸時代後期の火縄銃を持って入場。織田信長が長篠の戦いで用いたとされる三段撃ちと呼ばれる撃ち方や、より大きな弾丸を放つことができる大筒の射撃など、見事な演舞が披露されました。火縄銃を撃つには、1、銃口を上に向けてから火薬と弾丸を入れてカルカと呼ばれる棒状の部品で突く。2、銃を水平にして火蓋を開け、火皿に点火薬を入れて火蓋を閉じる。3、火縄を火バサミで挟み火蓋を開く。4、銃身を左手で支え、銃小尻を右手で握り、右手を頬に当て狙いをつける。5、引き金を引く。という一連の流れがあり、松本城鉄砲隊はこの手順がスムーズにできるよう日頃から鍛錬をしているのです。ちなみに、戦いや競争を開始することを意味する「火蓋を切る」という言葉は、火縄銃の火蓋を開いて点火準備をするところから来ているそうです。古式砲術演舞では、銃口から火薬を詰める銃の仕組みや火縄による点火、撃ち方、射撃姿勢などの解説を聞きながら観覧でき、「放て!」の号令で一斉に撃たれる空砲の轟音と、もうもうと上がる白煙の迫力に観衆は大興奮の様子でした。このように戦国時代の貴重な様子を見ることができる火縄銃の演舞、侍が好きな外国人にとってもたまらない動画だと思われるのですが、外国人たちから寄せられた反応は予想とは少々違うものも少なからず含まれていました。刀は武士の魂、刀で正々堂々と戦うのが侍スピリットだと思っていた外国人にとって、鉄砲という飛び道具を使う武士の姿が非常に衝撃的だったのです。そんな侍の姿にショックを受けたというコメントや、逆になぜそんなに日本の歴史に詳しいのだろうというコメントなど、様々な反応が寄せられていましたので、そんな声の一部をご紹介していきたいと思います。刀は侍の強さや歴史の象徴、魂であるはずなのに、それを使わないとは侍と呼べるのだろうか。当時世界で一番銃を使っていたのが日本、つまり侍だよ。未だに侍は刀だけって言っている人が多いのは信じられない。侍にとって刀は全て奪われた後の最後の手段だよ。合戦では長槍や弓の方が使われていたんだ。武士は銃を使うことに反対じゃなかったの？刀対火縄銃だったら火縄銃が勝つに決まっているよね。侍が銃を使っていたことは分かったけど、それでもやっぱり侍には刀が似合うと言いたいな。ヨーロッパでは横一列に整列して射撃、すぐに後ろの列が前に出て射撃っていう戦術を取ったらしいけど、日本でも同じような打ち方をするんだね。影武者のような日本の歴史映画を見てみるといいよ。信長は銃を活用する天才だったんだ。
このタイプの火縄銃のことを日本では種子島と呼んでいるよ。ラストサムライを見て、サムライは銃を使わない刀だけだと誤解してしまった人が多そうだね。合戦では主に槍や弓、銃器を使っていて、サムライが携行していた刀は武士のシンボル的な意味合いが大きかった。刀を使うのはあくまでも緊急時だけだよ。日本に火縄銃が伝来したのは、インドを出て中国へ向かっていた南蛮船が台風で種子島に漂着した1543年のこと。この商船にはポルトガル商人が乗っていて、火縄銃を携えていました。種子島の領主であった種子島時隆は、漂着したポルトガル人を丁重にもてなし、ポルトガル人はその返礼として火縄銃の使者を披露。その威力に目をつけた時隆は、1兆1000両、現在の価値で1億円以上という大金で2丁の火縄銃を購入しました。時隆は2丁のうち1丁は種子島の鍛冶師やついた金兵衛に渡し、火縄銃の複製を命じます。1年後、金兵衛は種子島に鉄砲鍛冶場を設立しました。火縄銃残りの1丁は薩摩の国の島津義久に渡し、義久は室町幕府12代将軍足利義晴に献上。そして義晴は近江の国の国友に集まっていた優秀な鍛冶師に、この火縄銃をもとに独自に鉄砲を開発するように命じ、郷土資料国友鉄砲記によれば、伝来の翌年1544年には国友鉄砲が完成したといいます。その後、国友が織田信長の領地となると、名工たちは火縄銃専門の鍛冶師となり、国友は日本最大の火縄銃生産地として栄えました。1543年の伝来から10年ほどの間に鉄砲の生産は急速に広まり、種子島、国友の他にも大阪府の堺、和歌山県の根頃などに鉄砲製造拠点ができています。戦国時代の日本で保有された鉄砲は50万丁にも上り、世界一の鉄砲保有国となっていたのです。このように知識も何もなかったところから火縄銃をコピーし、あっという間に独自の改良も加えて量産することができた背景として、日本にはもともと優れた刀鍛冶の技術があったことが挙げられます。この金属加工の技術が火縄銃の製造にも応用され、短期間で高品質な火縄銃を量産することができたのです。1575年の長篠の戦いで織田信長は鉄砲を3000丁導入し、武田勝頼に圧勝しています。また西洋で火縄銃のような火器が実戦で初めて用いられたのは1616年の30年戦争からですが、その2年前、1614年に日本であった大阪夏の陣では、徳川軍が用意した鉄砲は30万丁にも上ったのです。この時代、侍たちは性能が良く、信頼性の高い国産の鉄砲を大量に使用して戦っていました。刀でバッタバッタと敵を切り捨てていくなどというのはファンタジーに過ぎないのです。しかしこの事実は大きな反響を呼び、外国人たちからはまだまだ多くのコメントが寄せられていますので、ここからはそんな声の続きをご紹介していきたいと思います。侍の武器は刀だろ。侍がマスケット銃を持っていたなんてイメージと全く違うよ。侍に幻想を抱く欧米人がたくさんいるね。侍が銃を使っていたというのは事実であり、拒否反応を示しても仕方ないよ。織田信長が長篠の戦いで火縄銃を使って武田の騎馬隊を破ったのは有名な話だよ。刀もかっこいいんだけど、侍の兜って本当にクール。武士に雇われた農民の足軽は侍ではない。だけど藩によっては下級武士の位を与えていたところもあった。どちらにしても彼らは一般的に軽装備で、武士のような甲冑は着ていなかったようだ。銃を使って戦う光景なんて本物の侍は見ていられないはずだよ。名誉は刀にのみ存在するんだ。我々ポルトガル人の先祖が日本に与えたものである。関ヶ原の戦いで使用された火縄銃の数は2万5000丁と言われているらしいよ。火縄銃は訓練があまり必要ないから、最強部隊をすぐに作ることができるんだ。日本人は1500年代半ばにポルトガル人から銃を購入して、すぐに自分たちで独自のものを製造し始めたんだ。さすがものづくりの国、日本だよね。外国人が考える侍は多くの場合、
映画やアニメ、漫画などのメディアを通じて形成されたイメージに基づいています。侍は誇り高く、忠誠心が強くて、剣術に優れた戦士として描かれることが多く、美しい日本刀で敵を次々と切り捨てていくシーンは侍の強さを象徴する大事なシーンとなります。しかし日本の合戦において最強の武器は刀剣ではなく弓でした。平家物語にはベテランの武将が相手と距離を取って、相手の鎧兜の隙間に矢を射なさいと戦闘の心構えを教える場面が出てきます。もちろん戦場で刀が全く使われなかったわけではありませんが、あくまでも刀は接近戦で用いる最後の手段としての武器という認識でした。戦に勝利した側が戦いの成果を調べるために作成した軍中状という調査報告書によると、1467から1638年の戦国時代に戦で死亡した人の死因、怪我の原因は矢が 38.2%、 鉄砲が 23.7%、 槍が 20%、 石が 12.4%、 そして刀はわずか 3.7% であったと言われています。より遠くから相手にダメージを与えられる弓矢や鉄砲が最も合理的で、仮に接近戦になったとしても少しでも離れた位置から攻撃できる槍や薙刀が重宝されたのは当然でした。また武士の道徳として主従の真偽を重んじ、礼節、武勇、廉恥、質実を尊び守ることが美徳とされ、これが後に武士道と呼ばれるものになったわけですが、道徳心の前に合戦では勝たなければ意味がありません。戦国時代初期に活躍した名軍師朝倉宗敵が、武者は犬ともいえ畜生ともいえ勝つことが本にして候という言葉を残しているように、勝つことが最も大切なことだったのです。鉄砲という威力の強い武器を戦術に組み込むのは当たり前のことだったのです。映画ラストサムライでは銃の政府軍に武士たちが果敢に刀で挑んでいきますが、火縄銃などの火器を導入していればもしかすると勝てたのかもしれませんね。さて、イメージしていた侍とは違う姿に衝撃を受けた外国人や歴史好きの外国人からのコメントはまだまだたくさん寄せられていますので、最後にもう少しご紹介していきたいと思います。これは嘘だと言ってほしい。僕はトム・クルーズの映画で侍イコール刀だと教わったんだ。侍が使ったのは刀だけに決まってる。侍も世界の全ての戦士と同じだよ。勝つために最強の武器を使うのは当たり前だ。武士道はかなり美化された考え方だと思う。日本の火縄銃は精度が高くて高値で取引されていたんだ。逆にヨーロッパで作られた火縄銃は性能が悪くて安鉄砲と言われていたんだよ。日本の侍たちの鎧は本当にかっこいい。組紐の美しさとか時代を先取りした洗練されたデザインだよね。銃を構えている時点で侍とは言えないと思ってしまうよ。銃よりも弓の方がすぐに準備できて音もしないし便利そう。信長は弓矢と火縄銃を使い分けて多くの合戦で勝利を収めているよ。彼らは侍ではなくて足軽鉄砲隊だと思うんだけど、違うのかな。コメント欄を読んでかなり驚いているよ。侍のイメージが映画の知識だけで出来上がってしまっている人が多すぎる。映画やアニメの姿で侍を定義してしまうと間違った認識になってしまう。日本人が西洋の技術を積極的に導入して発展させたことは日本が独立を保った理由だと思うよ。大ヒットした将軍は衣装から髪型、メイク、言葉遣いなど日本の描写がリアルだと高く評価されています。しかし現実の武士たちはよっぽどのことがない限り刀を抜くことがなかったというのに、ドラマ内では気に入らなかったり礼を失していると感じたりするとあまりにも簡単に刀を抜いているといいます。武士が庶民を気まぐれで斬首するシーンもあるそうですが、当時の日本の常識からすると考えられません。これらがリアルだと誤解されることなく、あくまでも日本の歴史をモチーフとしたエンターテインメントドラマとして楽しんでもらえるといいですね。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。